魔女って実在しますか？昨日の夜7時半頃の帰り道、路地に入ると黒い感じの服を着たおばあさんがほうきを持って立ってて、10メートルくらい前、魔女みたいと思ってそのままちょっと怖いと思いながらも、帰る方向なのでその人の方へ歩き出したら、そのおばあさんも歩き出しました。ちょっと歩くとそのおばあさんが右に曲がって、少し早歩きしてすぐその曲がり道まで行くと、おばあさんはいませんでした。ちなみにそこは行き止まりです。少しボコボコした道で、一応その道に民家は6軒くらいあったのですが、家に入る音は聞こえなかったし、手前の家なら入っていったタイミングで見えるはずだし、2、3列目の家なら入っていくタイミングには間に合ったはずだし、ほうきで飛んでいったとしか思えなくて、暗かったから空はよくわからなかった。この話を親とか妹にしたらあんまり本気にされなくて、少し信じてたけど、その家のどっかに入ったんでしょって感じで相手にされませんでした。魔女って本当にいますか？それは魔女ではありません。マバーです。言い方を間違えないように。失礼しました。俺は天才であることを証明せよ。あなたが天才であると仮定する。天才ならば万物を理解でき、人に質問する必要がない。しかしあなたは自分が天才である理由を人に尋ねて知ろうとしているため、万物を理解しているとは言えない。これはあなたが天才であることに矛盾する。よってあなたは天才ではない。似てんだが、回答したのお前だけだからベストアンサーくれてやる。